優勝をかけた一戦がついに始まりました。 5-3-2 のフォーメーションです。うまいカット、シュート、折り返せるか、ジェームズ、これは読まれていたようです。ここまで来ている。さあここで動いた。さあこっからだ。ジェームズ、おっとこのボールはパスミスとなります。うまくトラップ、さあキラーパスを出せるか。コーナーになります。大きいぞ。ちょっとこれは大きすぎた。決勝点のチャンス、この距離からどうだ。ハリファバ、これはオフサイドです。スペースに出した、あっと通った。さあ一気に前線へ送った、通った、シュート、あっと入った。素晴らしい先制点。前半15分やってくれました。この選手背が高いんですよね。ここはうまく決めてきました。ここはね見せてくれましたよね。しかしこの先制点いかがですか。そうですね、そしてさらにね彼に対する監督の期待も高まったでしょうね。これでさらに攻撃に出ていかなければいけないってことですよね。いやーこれはキーパーナイスプレーですよ。ジェームズ、ピンチを迎えています。右サイドに開いて、ここはよくカバー、ディフェンスラインでパスを回します。さあ速攻、間接フリーキックとなります。試合中も決して悪くはありませんでしたからね。まあ PK に入っても流れが切れなかったということでしょうね。いい位置にいました。うまく受けて、ジェームズ中央から上がっていきます。ハリファバ、あと少しで前半の30分が過ぎようとしています。入れれば勝ちとなる。キーパーここはよくしのぎました。ニアできた。カウンターチャンス、あとオープンスペースを使ってきた。先制のチャンスだ。
シュート、ゴール、リードを2点に広げた。ゴールネットの右隅を揺らしました。サポーター喜んでいます。キーパーからしたら相手ディフェンダーが死角になったというのもあるんでしょうね。結果的には見事なシュートになりましたよね。いや、しかし何とも言えない試合になってしまいました。さあ左サイドにペーペー、さあ右から上がっていきます。胸で落としてカウンターで来る。サイドからの攻撃だ。ここで優勝決めるか。シュート、再びスローイン。見事勝利を収めました。足には自信を持っています。そろそろ前半の40分を回ったところです。再びスローインとなります。さあこれからだ。さあこっからだ。ここからの直接フリーキック、エリアへは3人入りました。いやー、本当よく戦い抜きましたよ。スクエアにボールを運びます。苦しい表情を見せます。ドリブルで上がっていく。折り返すか。ここで前半終了の笛です。さあそれではお話を伺います。まあ後ろに入りましたけども、彼はオフェンス力もありますからね。それでは引き続きハイライトをご覧ください。さあ決勝進出をかけた両者が激突する準決勝がスタートしました。向かって右側が、ペーペー、体を入れた。さあいいボールだ。力いっぱい蹴り込んできました。このスルーパス、シュート、バーのわずかに上。カウンターチャンス。ここで仕掛けます。スペースに入れる。一気に来た。さあここに出てきたぞ。直接フリーキックになります。
そうですね、やはりファーストレグで負けていたということでプレッシャーがあったんでしょうね。このボールをカット。後半の15分を回りました。さあどう展開する。絶好の位置でスローインを得ました。左サイドからのチャンス、これは外れました。右に開いて、キーパーいい判断でしたね。ここでボールをカットした。右サイドからの攻撃、シュート。いやー反応早かったですね。高さのあるボール、これは通らない。ロングシュート、本日最初のコーナーキックになります。短く出してきた、これは上に外れました。このパスはどうだ。真ん中から上がっていく。直接フリーキックを得ています。うんと、ここでイエロー。今大会は5位という結果を残しました。壁は4枚。おっと、これは外れました。ベンチで誰かアップを始めているようです。ここで選手の交代があるようです。さあここで動いた。おっと、いい展開ですね。この位置でスローインです。左サイドから真ん中から上がっていこうというところ、シュート。ハリファバ、さあこの位置からのプレスキック、さあどう展開する。危ない、追加点のチャンスだ。狙った、これは左に外れました。うまくトラップ。もう一回スローインになります。勝利しました。左サイドからコーナーキックを得ました。ニアサイド、大きく外れていきました。得意の左足はキーパーに止められました。さあもう残り時間は少ない。ハリファバ、中央から持って上がります。右サイドからどうする。左側のポストをかすめていった。ここはしかし入れば勝ち。もう一度、いいタイミングで出ましたよ。何としても押し込みたい。うまいカット、
っといい展開ですね。間接フリーキックです。うわー、これに対してレッドカードです。ここで試合終了のホイッスルが鳴りました。敗れました。準決勝敗退です。実況はジョン・カビラでした。皆さんまた次回お会いしましょう。はい、どうもありがとうございました。実況はジョン・カビラでお届けしました。画面のハイライトシーンを見ながらのお別れとなります。それではまた皆さん、またお会いしましょう。Thank you.